はい、今日ですね、フィギュアが届いてきたので、こちら開封します。その前ちょっと、お茶でも飲みますか。はい。うん。うまい。ちなみにこの急須は、萩焼きの急須で、僕があの、前の会社を退職するときに、なんか買ってくれましたね。会社の人たちが。で、そういえば退職する前に、なんかランチ食べ行こうっていう風になって、いつもはね、3、4人か2、3人ぐらいで大体ランチ行くんですけども、その時ですね、なんか10人ぐらいいて、なんかいつこんなにいる、こんな、10人いるみたいな感じで、もう10何人ぐらいいるみたいな。で、その時に、なんか今思えば雰囲気違ってたなって感じ、その時は全然気づかなかったんですけども、なんか欲しいものなんかあるんですかっていうふうに言われて、いや最近、萩焼きの茶碗を買って、それが結構気に入ってて、まあ、なんかそういうの欲しいね、みたいなことを言ってたらね、こういうの用意してくれました。で、実はこれずっと使ってなくて、最近、整理してたら、これが出てきて、どうせならこう使おうと思って、最近使い始めてて、こううん、かなりこういいですね。もう毎日使ってますっていう余談があるんですけども。ちょっとまずハサミか。ハサミゲット。ハサミゲットして、あとは片手じゃどうにもできないんで、設置するやつですね。はい。この安い中国製のなんか固定するやつです。この固定するやつもね、なんかやっぱ安いやつは安いです。安いなりに質あんま良くないんですけど、まあ最低限固定できるんで、ここはよしとしましょう。はい。あ、ちょっと個人情報入ってないから先に中身に。あー、やっぱ個人情報はついてた。個人情報だけちょっと剥がして。はい、こちらですね、届いてきたやつ、こちらです。鷹の目のミフォークのフィギュアが届いてきました。最近カイドウのフィギュア買ってたんですけども、まあ注文予約してたのが届いてきたんですけども、こちらもですね、かなり前から予約してて、やっと今日届いてきましたね。この鷹の目のミフォーク、すごいいいですよね。ルフィのフィギュアとか持ってないんですけど、うん、こういうのはね、買っちゃうっていう。うん。普通にキャラが好きなんですよね。カイドウの方は、単純にその、なんかカイドウの、なんて言うんだろう。なんか圧っていう表現がわかんないですけど、なんかそういう、なんか圧迫感みたいなところが表現されてていいなと思って買ったんですけども、こっちの鷹の目の方は、まあこれもね、圧っていう意味で圧はあるんですけど、ね、また違う意味での圧があっていいなみたいなね。あれ。おぉ。
さあでもまだ中身はね見てないんで、写真でしか見てないんで、どうなってるのか、がっかりパターンもあるかもしれないですよ。何にもないか。はい、何にもないです。こんな感じですね。ふん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 。あー、これゾロと戦った時のちっちゃいナイフありますね。よくこんなん持ってます。今はこれしか持ち合わせがないのだよ。ありますね。最上大技物でしたっけ。はい、これがあの最上大技物ではなくて、ゾロとの戦いでもの時の一番最低の武器ですね。これしか持ち合わせがない。もうこれこんなのも持ってるのもまあすごいですけど。はい。おお。顔こんなか、まあ他のこっちの顔なんか2パターンあるのかな。なんか正面向いてる感じと、なんかちょっと斜め向いてるような顔ありますね。ちょっと袋、あ、こんな感じになってるんですね。袋、あ、その前に、刀。あ、なんかこれ、ちょっと取るのめんどくさいぞ。あ、取れた。はい、こんな感じですね。刃の部分は、ちょっとテカテカするような加工をしてますね。うん、あ、いいんじゃないですか、これ。へぇ。この辺の模様とかもいいですし。大きさこんなもんでしたっけ？もっとなんか、まあでもこんなもんか。こんなもんですね。うん。こんなもんですね。もっと大きいかなと思ったんですけど、まあでも、人形と合わせたらこんなもんですね。はい。あー、この辺にも多分傷がつきやすいんでしょうね。この周りが。あー、こういう、広がるようにこうなってますね。これマントなんで、普通はこれ繋がってると思うんですけど、多分、動かす関係でこうやって取れるようになってますね。こうやって広がるように。着色も、なんかまあ見た、パッと見、なんか、クオリティ高い感じになってるかなと思いますね。なんか胸のところも動かせる雰囲気がありますね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。鷹の目。あれですね。こう入れるとこありますね。こうやって。ちょっとどこまで差し込むのが、正しい位置か、ちょっと、あれか、これでいいのか。ちゃんとね、この、行くところまで差し込めば、いいっぽいですね。これで、ちゃんと下に歯がつかない感じの、状態になるかなと思います。こういう感じじゃ。あと、ま、手とかがいろいろあって、これが多分持てるようになってるんでしょうね。初期状態はグーです。
まあ、刀持たせてもいいし、後ろで背負わせてもどっちでもいいですね。なんか十字になってていいですね。かっこいいですね。世界一の剣豪って感じがします。うん、はい、っていう感じで簡単ですが開封レビューしてみました。うん、いいですね。あの、想像してたよりなんか良かったです。想像してたより良かったですね。うん、鷹の目ちゃんと漫画で見てた鷹の目って感じがします。うん、そこの違和感はあんまないですし、この手にした質感とかも悪くないですね。へえ、いいじゃないですか。あの、ワンピースのフィギュアもいろいろ出てるんですけども、この鷹の目のミーホークはちょっと他のフィギュアよりもなんか入手しづらい感じになってましたね。はい、ちょっとこれ入れるのがちょっとまた後で入れたいと思います。はい、じゃあ一旦ここで終わります。バイバイ。なんかちょっと言わせようとしたんですけど、やめときます。